はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日もですねフィルムカメラの話をしたいと思います。で、ただ今日はですねフィルムの装填方法を、まあ、実際にやってみたいなと。で、他の動画でですねそのような動画も上げましたけどもね、ちょっとまた補足したいなというふうなところもあったので、今回また改めてフィルム装填方法の動画を撮らせていただきます。で、まずですね皆さんの前に、まあ、ありますのは、まあ、私のですね、まあ、長年使い込んだニコン F3 チタンがあります。で、ただし、まあ、前回もそうでしたけど前置きをさせていただきますが、で、このニコン F3 はですね、ボタン電池が2個必要です、ね、動かすためにね。まあ、ただ今ですねこの F3 を私、遊びとかにほとんど使ってないので、ボタン電池を持ち合わせておりません。ですから、ここに緊急作動レバーというのがね、この前面から見て向かって左側にありますけど、で、これでですね機械式シャッター60分の1、約60分の1が切れます。これでね、はい、ちょっとこれね、ボディキャップ外しましょうね。はい、で、これで、はい、緊急作動レバーでシャッター切れますね。で、ですから今回のですね巻き上げとシャッターを押すことに関してはこの緊急作動レバーを使っていきます。そういったことを、ご承知おきくださいませ。で、それでですねまずフィルム、これはですねテスト用フィルムですのでね、これはもう写りません、ね、だけどこれ新品と同じです。で、これをですねまずね F3 の場合は巻き戻しクランクをですね引き上げることによって、ね、裏蓋が開きます。で、裏蓋を開けます。で、裏蓋を開けてですね、それでですねまずねフィルムのですね先端部分、これ私今日もですね私のやり方でさせてもらいますからね、だから説明書に書いてある方法とはちょっと違うんですけどね、まずこの先端部分をこのスプールの穴、これぐるぐる回ってですね何箇所か選べますので、まあ、一番いいところを見てですねこのスプールの穴にフィルムの先端を突っ込みます。で、突っ込んで止まるところまで、ね、押し込みます。 F3 の場合ね、それで必ずこれほらご覧ください、フィルムのですね先端の下の部分がスプールの下の壁にくっつくように注意してね、くっつけて、それでスーッとですねフィルムをね、引っ張ります。で、そうするとたるみなくですねパトローネ室に入ります。ということで私ねこれがね一番スピーディーなやり方としてね報道の仕事をしてる時からこれでやってるんですけど、で、ここで注意しないといけないのはいいですか、ここのスプールに差し込んでスプロケットに重なってますよね。で、このスプロケットのこの歯車の突起部分にパーフォレーション、ね、このフィルムのこの穴のことをパーフォレーションと言いますね。そのパーフォレーションの穴がきちんとはまってるかどうかを見ます。で、それで OK だということになって巻き上げるんですけど、ただ今の時代ねフィルムも高いですからね、まあ、私は報道でやってる時はこのまま裏蓋閉めたんですけど、まあ、ここでまあ皆さんにねお教えするためには念のためということでね、で、ここでスプールにですねちょっとですねフィルムの先端が巻き込むというところまで目視をした上で裏蓋を閉じましょう、ね、それでまあバシッとねシャッターをまあ今切ってありましたんで巻き上がりますよ。で、これで、はいはい、で、歯車にねきちんとねちゃんとねくっついて回ってますよね。はい、ここまで確認しました。で、そこでほらもうスプロケットの上下の、ね、歯車にパーフォレーションがきちんと入ってますよね。で、そこまで確認したらですね裏蓋を閉じます。はい、で、閉じて必ずですね巻き戻しクランクのねこのですね巻き戻しのノブというかこのレバーをですね引き起こしてですね、ね、まあ、こういうふうにします。で、それでたるみを取ります。もう今もうたるみほとんどない状態ですね。で、それでですねあとシャッターを切っていきますよ。で、ここでフィルムカウンターがありますからフィルムカウンターを見ながらね、はいはいはい、で、これで今ね一番ですよね。ここで OK ね。それであとはねフィルムがフィルムね一番まで回りましたし、巻き戻しクランクはきちんと回ってましたのでこれで OK と。で、それでまあこれをですね36枚撮りを切っていきますね。はい、はい、きちんとですね、ねフィルムが送られていると、ね、向かって左側の巻き戻しクランクがねこう半時計回りに回ってきますよね。ほら、これ小刻み巻き上げ、 F3 はこの分割巻き上げというか小刻み巻き上げができるから私は好きな機種ですね。ただね、目を離さずに手巻き撮影ができるんですよね。それで、まあ、まだですね。まだ今25枚。はい、もうちょっと撮っていきますよ。
やっぱり36枚撮りを一気にね、手巻きでやるってことになるとね、結構大変ですね。しかし、されど36枚。はい。しか撮れません。はい。ここで、はい。止まりました。で、これ以上巻き上がらないってところで、これ以上ね、強く巻き上げちゃうと、フィルムが切れますので、ここで終わりです。それでですね、で、F3 の場合ね、ここで終わりました。で、そのまんま裏蓋開けてしまったら、フィルムがダメになっちゃいますから、で、必ず、ね、カメラをひっくり返します。で、ひっくり返したら、ね、向かって右側に、ね、これは、巻き上げのですね、というか、その巻き戻しをするための、ロックを解除する。ね、フィルムが止まってますんでね。で、このロック解除ボタンを押します。で、押したら、もう戻りませんから。そしたらまたカメラをひっくり返してですね、向かって左側の巻き戻しクランクを、今度はですね、時計回りに回していきます。ね。時計回りに回して。はい。それでですね、フィルムカウンターは特に連動してませんので、もう36枚を超えたところで止まってるね、システムですね。ニコン F3 をね。で、これで感覚でですね、カチッというふうにね、スプールからフィルムの先端が抜けますからね。はい、外れました。で、ここで OK で。で、それ、そうなればですね、あとは巻き戻しクランクをですね、こうやって引き上げます。で、ニコン F3 の場合は、さらにこれをですね、持ち上げて、ね、この引き上げたところからさらに持ち上げると、裏蓋が開きますから。はい。で、裏蓋を開けてですね、そうすると、はい、この通り。ね、フィルムの先端部分が残って、ね、終わってます。で、ただこれね、今ね、私はテスト用フィルムが1本しかないので、ね、あえて、このベロ、ね、このフィルム先端部分のことを私たちベロって言ってましたからね。このベロが残った状態にしておりますけど、まあ一応ですね、今の時代は、まあ、現像所にね、まあほとんど、1本ずつですね、撮った後で、ね、現像に出されるでしょうから、もう全部巻き取ってしまっても構いません。ね、今日はまあたまたま、また違うですね、カメラに入れてっていうところも動画で引き続き撮っていきたいのでね、このようにベロをですね、残しました。で、最初に、最初、シャッターが切れなかったのは、このほら、さっきご覧になったようにね、ちょっと最初に巻き上げた時にですね、このですね、フィルムというかシャッターのですね、膜がですね、きちんと巻き上がってなかったんで、シャッター切れなかったですね。はい。ということで、F3 のですね、ね、これは単体でのフィルムのですね、装填方法でございました。で、それでですね、次にはね、このニコン F3 の MD4、ね、MD4 がついたですね、ボディを今出しますのでね。で、モータードライブをつけてね、この F3、ね、これ、はい、F3P ですけどね。で、これにですね、フィルムを装填していきたいと思います。で、私がですね、これはですね、報道の現役の時からですね、ずっとやってたような方式なので、やはり、ね、フィルムをですね、このですね、ベロを出したまんまが、これ新品ですよね。まあ、その新品のこのベロをですね、向かって右側のスプールに差し込んだ形からやります。ね。それがもう私の流儀なんでね。だからまあ、説明書ではね、パトローネを先に入れるというね、そういった方法だと思いますけど、私のやり方をお見せしましょう。で、まず、これね、もう一回やりますよ。ニコン F3 の、ね、裏蓋開閉は、この向かって左側の巻き戻しクランクをですね、こうやって引き上げます。で、さらに上に持ち上げて引き上げると裏蓋が開きます。ね、裏蓋が開きましたね。それで裏蓋を開けます。で、それでフィルムを入れるんですけど、ね、まずこの先端部分が新品のフィルムはこのようになってますからね。で、これを私は必ず先ほどの F3 の単体でね、フィルムを入れたのと同じように、この先端をまず持ちます。で、持って、このスプールの穴、ね、に差し込みます。で、この差し込んで、ね、必ず、もう止まるところまで押し込みます。もうこれ以上いかないよっていうところをね、なるのが F3 のね、スプールのシステムですからね。もうそれ以上いかないよってところまで行って、もうそしたら、ちょっとね、ちょっと軽く引っ張ってもね、抜けないぐらいのレベルになるんで、そこで必ずですね、フィルムの先端部分が、スプールの下の方の壁にね、きちんとくっついてるかどうかを確認するように入れます。それでですね、そしたらスプロケット、こっちね。このスプロケットの歯車にパーフォレーションがきちんと引っかかってるかどうか見ます。ね。で、引っかかってなければ、この巻き上げをですね、動かすんですけど、まあちょっとまあ今ね、これモーターが入ってますんでね。このですね、スプールを巻き、こうやって自分ですね、手で巻きます。はい。そしたらほら、ね。スプロケットの歯車に、パーフォレーションの穴が入りましたよね。で、これをもうね、慣れてくるとスピーディーにできますから。で、これで、あとは、このパトローネを、ぐーっとね、左に引っ張っていって、パトローネスに入れます。で、はい。F3 はもうそのまんまね、もう平行に入るんで、ね。
もうそのまま落とし込みます。それであとね、ここほら隙間が空いちゃってるでしょ。この隙間が空いちゃってるとフィルムが平行に回っていかないんで、必ずね、上からね、ベロの上のところを指引っ掛けて下の方に押してですね、くっつけます。ね、それで、はい、入りました。で、それでですね、あとはまあ今の時代ですね、フィルムをね、やっぱりこううまく装填させずにね、もうカメラにもう変なねやり方で入れてしまったらな、フィルムもったいないじゃないですか。ね、途中で撮影もダメになっちゃうし。で、そこでスプールをですね、こうやって手でですね、巻いていって、ね、それで、ここで、まあ今これはもう機械的に止まっちゃいますから。で、ここで、ね、待ってね。よいしょ。シャッターを切ります、一枚ね。で、切って、で、これ少し巻いてですね、はい、スプーロケットの上下の歯車にきちんとパーフォレーションが、ね、はまりました。ね、ここまで確認しましょう。ね、で、もうちょい巻きましょうか。ね、このぐらい、はい。で、このぐらい巻いてきちんとね、こう巻き取ったなってところをですね、確認をしたら裏蓋を閉じてください。ね、閉じて、それで必ず巻き戻しクランクは元に戻しますね。元に戻さないとフィルムのですね、芯に軸にですね引っかかりませんので、でこうやってはい戻しました。で、それでですね、まあ今皆さんにね分かりやすいようにね、上を見ますね。で、上で、で向かって左側に巻き戻しクランクありますよね。それでじゃあ、はい、モータードライブの電源をもう一回入れましょう。で、入れて、でそれでですね、はい、1枚取りますよ。はい、今2枚ガチャガチャっていきましたね、速射でね。はい、で、もう1回。はい、で、今これ0番です。フィルムカウンターが。で、はい、もう1回押すと、はい、1番です。ということで、ここでフィルムカウンターが1になりましたので、ここからフィルムの、撮影のスタートですね。ということで、それをですね、先ほどですね、解説したやり方をですね、本当にスピーディーにやるともう数秒でですね、フィルム装填できるので、まあ昔はですね、報道カメラマンやってる時はそれでですね、私やってました。まあ、今日はですね、まあ、説明書通りのやり方はやりません。もう私のやり方だけで今日は説明を終えようと思いますけどね。まあ、今日はじゃあ、MD4 のまた連写のね、サウンドを楽しんでいただきたいと思います。はい、これでね、スイッチをですね、C のところにすると連続撮影ができます。それでまあ今ね、もうシャッタースピードは250分の1になってるんで、これで36枚撮りを取り切ってみましょうね。で、これは秒 3.4 コマぐらいかな。はい、止まりました。で、ここで36枚ね、取れましたね。で、それで、この場合ですね、F3 の場合は、ね、この R1 レバーをですね、ね、あと、このですね、ロックボタン、小さなロックボタンを押しながら、左側に押しますと、これでカメラの中のね、フィルムの巻き戻しのロックが解除されます。で、それでですね、あとは、これは自動巻き戻しもできます。で、ただこれね、フィルムを巻き込んでしまうんで、今私のこのですね、裏蓋は自動巻き戻し自動停止のね、スイッチがあるものなんですけど、ここですね、私テーピングしてですね、止めてるんで、もう巻き込んでしまったらいけないんで、手で巻き戻しますね。で、手で巻き戻す場合には、巻き戻しクランクを、こうやってですね、巻き戻しのつまみをですね、レバーごとこうやって引き起こします。で、それで、ね、先ほど単体でね、巻き戻したのと同じように、時計回りに回していきますね。これね、はい、こういうふうに。それでカチッとですね、スプールからフィルムの先端部分が外れるときは感触で分かりますからね。はい、外れました。で、ここで外れて、もうこれで OK ですからね。で、あとは裏蓋を開けるのには巻き戻しクランクをもう一回引き上げてですね、さらにもっと持ち上げると裏蓋が開きます。はい、で、はい、この通りね、これでフィルムのベロが出た状態でね、巻き戻しが完了しました。で、それであとは現像に出しましょうということですね。で、これがニコンの F3 の MD4 です。はい。じゃあもう一回、じゃあ私がですね、ね、報道でですね、やっていた、ね、時代の、ね、やり方を普通にやってみましょうか。ね。はい。で、それではですね、もう一度、ニコン F3 の MD4 に、ね、MD4 付きのボディにフィルムを装填してみましょうね。はい。裏蓋開けます。ね。それで、ね、フィルムの先端部分をスプールに差し込みますね。はい。で、はい、注意しながらこれ成功にパッと出します。で、それであとは、はい、裏蓋閉じます。はい、で、はい、で、これ OK で、あと連写しますね。はい、これは連写になってません、シングルでした。はい、という感じです。はい、これでですね、私は毎回ですね、取材
をするたびにですね、このようにあの F3 にですねフィルムを入れて交換してました。でこれね、巻き戻しがね、あの自動だったらね、あのモータードライブでジーンって言いながら巻き戻すんですけど、あのまあ大体ですね、あのまあちょっとこれは日課の電池でほとんど私ね仕事してましたんでね、日課の電池はね秒、そうですね、秒というか 4.7 秒ぐらいでね36万円取りを巻き戻すんですね。でそれでまあ今手巻きでありましたけど、これは結婚式とかね、あの静粛なところね、あの静粛に撮影しないといけないっていうようなところではですね、巻き戻しは手でですねやってましたね。はい、でこれであとは、はい、裏蓋を開けます。はい、でこの通りね、先端部分が残っていますよね。でこれでフィルムをね、巻き戻しクランクを完全に引き上げて出して現像ということですね。でこれですね、この赤が消えてない理由はですね、これ巻き戻しを自動でやってないからですね。でその場合にこの赤を消すときはですね、でまず R1 レバーはこう入れますけどね、で R1、R2、ね、レバーをこっち、まあ、私の左手の親指を置かなくださいね。でこれを上に持ち上げるとですね、ね、あの自動巻き戻しが開始されますので、そういうふうにすると元に戻りますからね。はい、これで、はい、普通にこれで使います。でこれが F3 の MD4 のフィルム装填方法でございました。でそれでね、あとね続けてですけどね、ニコン F2 のですね巻き上げ、あと巻き戻しをですねお見せしたいんですけど、でニコン F2 に関してはね、あの私はですね現役で仕事でほとんど使ってないんですよね。ニコン F2 これですけどね、でこれはあのもう今、そうですね、今から10年ぐらい前なのかな、 F2 チタンがずっと欲しかったんで買ったんで、その頃から使っています。でただ最近はほとんどねフィルムを入れて撮ることがないので、まあこの私の赤山修チャンネルのね機材紹介では F2 チタンは頻繁に出てますけど、まあ、実際もう最近はもうネガカラーはもう全く新品とか買ってないし、ね、そのような撮影はしておりません。でただあの最近ですね、このね F2 とか F3 にフィルムをですね、テストフィルムを装填する動画を撮りましてね、すごい感が戻ってくるんですよね。ああそうだよな、フィルムってこんなもんだったよなって、フィルムカメラってやっぱりね、あのフィルムカメラってフィルム入れなきゃね単なるね工芸品ですわ。まあ、これはあの全然卑下してるって言ってるわけじゃなくて、あの道具をね触って楽しむっていうレベルでは十分にね面白いんですけど、やはりね写真機のですね魂を吹き込むには、やはりねこのようなカメラにはフィルム入れてね見ないとダメだっていうことです。まあ、それは今からねお見せするですね、先ほども S3 でお見せしましたけど、やっぱりフィルムをですね入れてね、あの動かすことでですね巻き戻しクランクが連動して動きますしね、まあ、そのようなところ でそれでですね、この F2 のですね巻き上げ巻き戻しをお見せしますけどね、まあ、巻き戻しであの私が F3 でずっと長年やってたんでね、 F2 のメリットをねほとんどねこう何かな、分からずというか忘れていた、ね、ちょっと失念していたところがありましたね。そのことについてもお話ししますんでね、じゃあご覧くださいね。じゃあこの F2 チタンね、これはですね、まあ、まずあの裏蓋を開けるのはですね、ね、F3 と同じように巻き戻しクランクをこうやってねつまんで引き上げて、でこれ以上引っ張ろうと思ってもダメです。でこれね F3 に慣れてる私はね、最初にあれ F2 ってこれ以上巻き戻しクランクを引っ張っても開かないんだなってね、あの若い時にね、あのこうスポーツ新聞社でこの F2 を逮捕された時にね思ったんですよね。え、まあ、その時はまあモータードライブがついてたんで、ちょっとまあ話はね、ちょっとあの違ってきますけど、この単体のね、ボディとして想定してね、話をしてますんでね。で、これで、あれ開かないなって思ったら、ね、F2 のボディのね、底板のですね、ね、向かって左側、ね、ここに白いですね、ちょっと楕円の形状のね、ものがありますよね。これが裏蓋開閉キーなんですよ。で、これをですね、つまみを引き上げて、ね、半時計回りに回してですね、引っかかるところでさらに左に回すと、はい、この通り、裏蓋開くんですよ。だから私ね、F3 から始めたニコンユーザーだったんで、これ古い話じゃないですよ。あの、まあ、古い話というか、その、何かな、まあ、私が若い時の話だから、まあ、古い話になるか。ね。あの、でもね、その、私がですね、青年だった頃に、まあ、F3 を買って、でですね、数年経った時でした。でこの F2 をスポーツ新聞社のアルバイトで借りてですね、まあ、初めて触った時に裏蓋の開閉の、ね、方法が分からなかったんで、
あ、なるほどねっていうふうに思ってね、あのね、この構造の違いというのを、見てちょっと驚いた覚えがありますね。はい、じゃあもう一回ですねやりましょうね。でまずじゃあこの F2 のですねフィルムのですね入れ方なんですけど、でまずは、ね、基本的にはね、このね、この状態で、まあまあこれですね、 F2 を使ってた先輩たちがどのようになさってたかっていうのはまたね、あの私も知りたいとこだったんですけど、まあこれですね、まずね、裏蓋開閉ロックね、裏蓋開閉キーをですね半時計回りに回して裏蓋を開けます。でそれで、ね、フィルムを入れるんですけどね、まあこれですね、パトロンを入れるためにはこの巻き戻しクランクを上に引き上げないと入りませんね。だからこのようにまずねします。でそれで私もね F3 でね、こうフィルムをですね装填したのと同じような方法で F2 にも入れたいと思ってですねやってるんですけどね、やっぱりこのフィルムのこのベロの先端を指でつまんで、ね、スプールに差し込みます。で F2 もね、まあ大体行くとこれ以上いかないわってところまで行くと思ったら、実はねこれほら F3 と違ってね、スプールのね先端がね飛び出すんですよね、反対にね。まあだからまあ大体まあこのぐらいでいいやというふうに思ってね、あとね、右手の親指でフィルムの先端を押さえます、私の場合で押さえてスプロケットのですね歯車の突起の部分にパーフォレーションの穴がしっかり入ったかどうか確認して、でパトローネほら今こうやって左の方に引っ張ってますよね。でストーンと落とします。でここで気をつけないといけないのは、フィルムがきちんと平行に入ってるかどうかを確認しないといけない。ということはこのねフィルムの先端部分がこのスプールの下の方に隙間があっちゃダメです。今隙間ありますよね。でこの隙間を埋めないといけない。はい、で埋めました。でそれでですね、あとは裏蓋を閉じたいと思うんですけど、まあただそれだとね事故が起こる可能性があるんで、まあ皆さんにお教えする上ではね、ここでねちょっとこれをですね、まあ巻き上げます。まあ今シャッター切ったけど、本当はこのスプールね、これね手で巻きこう巻けますんで、ある程度はね、まあそのある程度巻き上げてねもういいんですけど、でそれでですね、はい、ここでもうちょっと巻きます。でこれではい、スプールのね、この先端部分にこのフィルム出てますけど、ね、このスプロケットの、ね、この上下の歯車にパーフォレーションがきちんとね入ってるっていう、噛んでるってことを確認して、あと裏蓋を閉じます。でそれで必ずですね、ね、まあ、その時今ちょっとこれ私ね F3 派なんで、ね、うっかりしてますけど、このですね裏蓋開閉キーは元に戻します、ね、元に戻さないと、ね、出っ張ったままじゃいけませんからね。であとはですね、巻き戻しクランクをですね、ね、きちんと収めます。ね、で収めてですね、そうするとねフィルムの軸にねこの巻き戻しクランクがね引っかかったことになりますんでね、そこであとはシャッターを切ってね、フィルムカウンターが1になるまでね、フィルムカウンターここですね、はいはい、フィルムカウンター1になりました。ということでここですね撮影開始です。なのでまあ今日はですね、もう巻き戻しまでするんで撮りますよね。 F2 のシャッターのね音をねお楽しみください。はい、ちょっとこれはね低速しちゃったね。おっと、ちょっと私の頭がね動画のカメラに当たっちゃいました。はい、で36枚撮りのですねフィルムをどんどん撮っていきますね。で必ずですね、もう今ね言い忘れてましたけどね、向かって左側の巻き戻しクランクがきちんと回ってるかどうかというのはね最初に確認してくださいね。でこれがねきちんとね回ってないとね巻き戻しクランクがね動きませんからね。だからよくねフィルム装填でね失敗するのは、スプールにきちんとねこうはまってないまんまね巻き上げちゃって、取れてるもんだと思ったら全然取れてないってことがありますんでね、必ず気をつけてください。で私はですね、F2 にですねフィルムを入れずに撮ったことがありましてね、モータードライブついてね、それで失敗したって話はね、まあ別の動画で出してますんで、それもまたぜひご覧くださいね。はい、ここで、はい、もうこれ以上ですねもうフィルム巻き上がりません。でそしたらもう無理してね巻き上げるとフィルム切れちゃうんでね、そこであとはいいですか、この F3 と同じようにカメラをひっくり返してですね、そうするとここにですね、ね、ここに巻き戻し、ね、ロック解除ボタンがありますから、でこれを押します。で押すとですねもうね引っ込んだまんまもう出っ張ってきませんから、でそのまんま、ね、またカメラを上に戻しましてね、巻き戻しクランクで巻き戻すんですけどね、こっからがですね私ねもう一つの動画でね言うことを忘れてたんですよね。ね、F2 はね、 F3 はこのまんまの状態で巻き戻しますよね、この巻き戻しクランクのこの位置がね。 F2 はなんとねここまでね引き上げて、これでもね中が連動するんですよ。
で、これをね、私言いそびれてましたね。やっぱりそこはね、やっぱ私ね、普通派じゃないなと思ったんですね。これね、これが便利なんですよ。で、これでフィルムが巻き戻しできるんです。これで。はい。なんか連動しますよ。これが F2 のすごいところです。で、ただこのね、F2 がなんでね、このような仕組みになってるかっていうのは、ね、この今 F2 チタンはアイレベルファインダーですけど、もっと四角で角張ってね、この壁がピャッとこう、もっと高いね、こういったバージョンがあったわけですよ。F2 フォトミックとかね。その場合にですね、この巻き戻しクランクが、この下にくっついたまんまだとね、やりにくいわけですよね。巻き戻しにくい。だからそれをですね、引き上げても巻き戻しができるような構造になっていて、これはね、すごいんですよね、これね。これでも巻き戻しできる。だから、本当にこれね、ほら。これでできるってのはすごくいいんですよね。はい。ここでね、スプールから外れました。で、それでですね、私 F3 派ですから、これをまたさらにギュッと持ち上げても、ね、裏蓋は開きませんので、必ず裏蓋開閉キーを半時計回りに回してですね、裏蓋を開けましょう。はい。で、これで。はい、どうですか。ね、これでフィルム現像に出しましょうということですね。はい。ね、本当になんかこう、フィルムカメラでもね、手で巻き上げる手巻きカメラ。ね。まあ、あと手でね、巻き戻すね。その手巻き戻しカメラっていうのは、今の時代にすごくね、スローライフというか、のんびりとですね、まあ、寝ながら撮影をしていって、まあ、フィルムカメラを楽しもうっていう風なね、場合には、すごいね、もってこいですよね。で、だからね、私はね、あえて今日はね、F3 にボタン電池をね、用意して動画を撮らなかったのは、もう予定してなかったっていうわけじゃないんですよ。やっぱり私はね、これから、もしもネガカラーフィルムをですね、買って、で、時折、ね、シャッター切ってですね、写真撮っていきたいなと思ったら、この電池がいらない完全機械式のね、この F2 持ってますんでね、まあ、これを使いたいなっていうふうに思いました。それと先ほどですね、私が申し上げましたように、巻き戻しがね、すごくね、便利ですよね、これね。で、ほんとこれね、先輩方なんかね、赤山修、まあ、知らないのかって思われてね、もう一つの動画ね、ご覧になったと思いますけど、これね、私知ってたんですけどね、もう常々 F3 のことばっかり頭にありますんでね、ここのね、こんだけ引き上げて巻き戻しが可能だってことはね、本当に失念してました。ね。だからこれは F2 はね、よくできてますね、これね。はい。はい。というわけで、で、次はですね、ね、イージーローディング。これはですね、先ほどもう一回まあお見せしましょうね。で、これ裏蓋開けてですね、このスプールのですね、穴にね、このフィルムの先端部分を差し込んで、ね、手動で巻き上げるタイプでしたよね。それがね、ニコン F4 の時代からイージーローディングといって、ね、こういった F2、F3 と比べたら、ね、簡単にフィルムが巻き上げができるような仕組みになりましたので、それをですね、次のシーンでお見せしましょう。で、それでは皆さん、じゃあニコン F5 の、フィルム装填をご覧くださいませ。はい、それではですね、今度はニコン F5 にですね、フィルムを詰めてみたいと思います。最初にお見せしたですね、ニコン F2、また、ニコン F3 のですね、フィルム装填と違って、この F5 はイージーローディングが採用されてます。で、このイージーローディングというのは、この裏蓋をですね、開けますね。で、開けまして、で、フィルムをですね、パトローネをこちらの左側の方にまず入れまして、それからで、フィルムのですね、先端をですね、スーッとですね、伸ばしてですね、で、ここのですね、スプールがありますけど、このスプールのですね、一番右端のところあたりにまず置きます。ね、それでですね、あとは、フィルムを巻き上げていくんですけど、だからさっきのですね、ニコン F2 とかニコン F3 と違って、ね、このフィルム先端部分をですね、このスプールの中に差し込む必要はないです。で、これはニコン F4 からですね、ニコンフラグシップでは採用されてましてね。で、これも簡単にですね、新品のフィルムをこうやってここまで入れてまして。で、念のためですね、ここにですね、スプロケットがありますので、で、スプロケットの歯車にですね、パーフォレーションの穴がきちんと入っているかどうか確認します。で、それでもう一回ですね、これはですね、先端部分がきちんとスプールの上に乗っかってるかどうかを確認します。まあ、それでですね、裏蓋を閉じますね。で、裏蓋を閉じて、で、巻き戻しクランクをですね、必ず、ね、元に戻します。で、それで、このですね、こちらのシャッターボタンをですね、
半押ししますとですね、はい、でこれでですね、はい、巻き戻しクランクもね、ま、あのちゃんとですねきちんと巻いてましたよね。でそれでですね、あとは、まあちなみにこれも36枚取りですので、もう連射して、あの連射をしてしまいますね。でまずまあ1枚取りましてね、撮った時に、まあ、これはもちろん撮影中はまあ見れないんですけどね、もしも確認できるようなね、撮影であれば、巻き戻しクランクがきちんとですね、半時計回りに回ってるかどうかを確認してください。はい、回ってますね。で、それでですね、連射しますよ。はい、秒間 7.4 コマで36枚撮りを取り切りました。でそれで以前ですね、動画に出した時、あの F3 のですね連続撮影をお見せした時にですね、自動巻き戻しをしたんですけど、その時にですね、フィルム先端を巻き込んでしまったので、で今回ちょっとこのですねテストフィルムがですねそんなにうちに多くないので、手巻きで、巻き戻します。でこのその場合ですね、ニコン F5 の場合は R1 ボタンがですね背面のね、向かって右下のところにあります。で、これですね、これはですね、改造してある F5 なんで、通常の F5 と違うんですけど、このですね、R1 ボタンのですね、カバー、ね、まあ、これに穴が開いてるわけですね、改造機はですね。まあ、それで、これをですね、開けますと、この R1 ボタンが見えてきます。で、なぜにですね、このですね、R1 ボタンの、ここのカバーに穴が開いてるかっていうのは、この R1 ボタンの高さが高いわけですよ。ね、それはなぜかというと、私たちがですね、もう毎日のようにですね、取材で、あのフィルム交換をですね、もう短い時間でやりたいという時に、この R1 ボタンがですね、ね、あの、浅いとね、きちんと押し込むことができないような場合があったわけですよ。親指で押すから。で、だからそれをですね、ニコンが、改造としてですね、このですね、R1 ボタンの高さを高くしたようなことをですね、報道向けにやってました。で、それがこの F5。で、それで、まあ、この R1 ボタンを押します。で、押しますと、ね、もう戻りません。で、それで、巻き戻しクランクをですね、時計回りに回していきます。ね。はい、これで。で、ここですね。ご覧ください。ね。フィルムカウンターが逆算してきますよね。ね、これ便利なんですよね。ね、どのぐらい今巻き戻したか分かりますか？からね。それが F5 のいいところですね。それで、カチャッと外れるところで止めますね。はい、外れました。で、それであと開けますね。はい、でこれでこの通り、ね、ベロが出てますね。まあこれ、あのベロってのは私たち言ってましたね。このフィルムのですね、リーダー部分のね、先端部分のことをベロ、ね、でそれでこれをですね、現像に出すということです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。で私もね、本当にね、冒頭で言いましたけどね、フィルムをね、久しぶりにね、こうね、フィルムカメラに入れてみてですね、すごい楽しかったですよね。で、それでまあ今回、あの皆さんにお見せするですね、動画を撮りながら当然楽しい思いをしていたんですけど、あの過去にね、やはりその毎日のようにフィルム撮影で仕事をしていたことをね、こう、あらゆるシーンをね、思い出しますね。で、この F2 だって、あの、遊び用でね、晩年というか、あの、若い時には持ってませんでしたので、ね、もう40代、ね、あの、後半ぐらいで買ったのかな。ね。それで、まあ、F2 はそこでですね、根がからフィルムを入れて、まあ、島根県のですね、松江市などを歩きながら、ね、あの、スナップ撮影をしていったんですけどね、やはりね、あの、フィルムを入れてですね、こそ写真機。まあ、これね、皆さんね、当たり前なこと赤山師言ってるよなって思われると思いますけどね、もうそれをね、こう、目の当たりにしましたね。やっぱり今はデジタルカメラのね、ニコン Z9 とか、まあ Z8、ね、そしてあと ZF などをね、まあ私はまあ Z8 は仕事で使ってないんですけど、まあ仕事で使ってるのは Z9 か。で、あとは ZF を、まあいつもですね、まあニコン飯でですね、被写体にすることも多いんですけど、ね、こう何か自分が撮りたいなと思ったら ZF を持ってね、出て撮影をすることも多いんですけど、改めてね、このニコン F2 チタン買ってよかったなって思うのは、やはりね、すべてマニュアルじゃないですか。ね、あのシャッタースピードも自分で決めます。で、絞りも自分で決めます。で、そして今日ね、皆さんにお見せしましたように、自分の手ですべてね、こうカメラをですね、動かしてですね、ね、あのフィルムを詰めていくということですよね。ね、これね。本当にそれも、まあ、もう一回ちょっとこれね、やりながらお話しましょうかね。
本当これですね、こういうですね、まあ、ちょっとこれね、慣れないと失敗をするというカメラにはなってしまうんですけど、もうあえてね、この時代だからイージーローディングなんかでね、こう簡単にね、遊ぶとかいうのも今いいんですけどね、ちょっとこういうですね、きちんと自分がですね、経験をこうね、してですね、覚えていって、ね、間違いなくシャッターを切っていってですね、巻き上げができるようになるっていうことも、なんか一つのこう、楽しみというかね、そのプロセスもやっぱり面白いじゃないですか。ね。で、これきちんとね、ほら、ね、パーフォレーションが、ね、スプロケットに今ハマってますね。ここまで確認して、ね、やってください。で、これで、ね、フィルムがたるまないっていうところまでね、ね、こう引っ張って裏蓋を閉じますね。で、それで、あとは巻き戻しクランクを元に戻しましてね。で、きちんとね、このフィルムカウンターが1になるまでですね、巻き上げて、このきちんとね、その時に巻き戻しクランクが連動してるかどうかを確認する。ね。これもね、慣れてくるとそれが当たり前になってくるんですけど、必ずここってのはね、もう初心はするべからずなんですよ。いくらベテランになっても、必ずね、フィルムをね、装填するっていうミスっていうのはね、つきものなんで、ね、そういったですね、失敗とか、あと事故が起こらないように、やっぱりしないといけないのが、まあ、プロはまあ問わずですね、やっぱりそのフィルムカメラの達人ということになりますんでね、やっぱりフィルムをですね、入れてこそ、やはりそのフィルムカメラの本領が分かったと。いう部分で、本当にこの今日は新品のフィルムで撮影しようということではなかったんですけどね、まあ、やはりね、こうやってほら巻き戻しクランクが、ね、動いてこそフィルムカメラに魂を注ぎ込んだってことをね、まあ、私も思ったわけですよ、ね、だからやっぱり皆さんね、もしもね、フィルムカメラを、ね、大切に防湿庫などにね残されてる方はね、本当にこう機会あればね、ネガカラーでいいと思います。ネガカラーを買ってですね、36枚ドル入れてですね、まあ、1日ワンシャッターでもいいじゃないですかね、撮っていって、それで現像してもらってですね、それをですね、もうデータ化しても構いません。もうね、今の時代もうそういったそのインフラですからね。で、それでですね、撮っていって、このフィルムカメラをたまにはですね、蘇らせてあげてください。はい、これで全部撮りました。で、これでもう一回ね、はい、ここの、ね、巻き戻し、ロック解除ボタンを押してですね、巻き戻しますけどね、はい、ニコン F2 ね、これね、少し持ち上げて巻き戻しができる。すごく便利ですよね。これは F3 にはできないですよ。これはね、本当に私ね、F2 をですね、現役で使ってなかったんでね、本当にこのですね、利便性を知っていたら、まあ、もっとですね、早く F2 を買ってたかもしれませんね。はい、これで、はい、裏蓋を開けます。はい、これで OK。 やっぱ楽しいですね、フィルムカメラね。まあ、デジタルの面白さと別物ですね、やっぱりね。はい、というわけで今日もですね、赤山修チャンネルをご覧になっていただきまして誠にありがとうございました。まあ、このですね、フィルムカメラね、またですね、私もですね、楽しんでいく上でですね、また赤山修チャンネルの題材にさせていただきまして、でまた別のですね、動画も出させていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。ニコン F2 チタン、そして、今日はニコン F3 チタン、ね、そしてあと今日は F3P、ね、F3P、ね、モータードライブ付き、そしてあとはニコン F5 が出てきたと思いますけどもね。はい、じゃあまたですね、よろしくお願いいたします。それではさようなら。